おしゃべりさせてください。なぜ私が今日ここにやってきたかと言いますと、とても奇跡的な状況がここに今起きているからです。私はですね、今あのキャスファイル3発売だっていう話を何回もみんながしてると思うんですけど、3があるということは2があって、2があるということは1があって、私1に入っております。あやめと申します。よろしくお願いします。そしてですね、今日今隣にいてくださってるキミカさん、はじめましてなんですけど、実はね、はじめましてなんですけど弾いてくださってるんですよね。私のそのキャスファイル1に入ってるディープインラブという曲をこれから歌うんですけど、そのピアノを弾いてくださってて、今まで一度もお会いする機会がなくここまで来たんですが、もう1年ぐらい経っちゃってるんですけど、初めてお会いします。本当に今日はありがとうございます。そしてですね、そしてさらにですね、奇跡的な状況というのは2人だけじゃなくて、実はそのディープインラブなんですけど、ミュージックビデオがございまして、とっても切なくてキュンキュンするラブストーリー のミュージックビデオになってるんですけれども、とっても素敵な俳優さんととても素敵な女優さんが出演してくださってるんですが、そのね、俳優さんが今日来てくださってるっていうことで、よろしいんでしょうか。俳優さんが今日来てくださってるということでよろしいんでしょうか。ということでですね、これから演奏されますココストレッチさんのギターの藤田優斗さんが私のミュージックビデオに俳優さんとして出演してくださっております。拍手。ね、しかも過酷な撮影スケジュールの中でというか、前日にココストレッチさんのライブがありまして行ったんですよ。で、俳優さんいないかなって探してたら、ちょうどいい方がいるじゃないですか、あそこに。で、次の日撮影とかどうですかみたいな、もう次の日に撮影どうですかっていうお誘いに、あ、全然いいですよって答えてくださったイケメンがこちらです。ありがとうございます。もう一度お願いします、拍手。ということで、一曲しか歌わないのにこんなに喋るんだっていうことで、もうそろそろね、歌いたいと思います。一曲だけですがお付き合いください。ディープインラブ聴いてください。Thank you.
ってますので、ぜひ今夜は楽しんで帰ってください。本当にね、ありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしております。あやみとキミカさんでした。ありがとうございます。